初めて、単品量産部品の量産工場様向けのセミナーを開催させていただきました。で一緒にですね、アルファツールの渡辺さん、それからバトライトの藤井さん、それからナノセミスという3社合同の初めての企画で、対面のセミナーを初めて開催させていただきました。量産部品でいかにして品質を保証していくか、で一つは自動で高速で選別をしていく、今までナノセミスとしてずっと提案してきた内容です。これに合わせてですね、工程内で NG を作らせないための仕組み、それから、良品のインプロセスのサンプリングのデータなんですけど、これをしっかり溜め込むことで、分析して何がどうどのくらい悪いのか、何を改善してみようか、今度これやってみよう、あれやってみよう、それを一緒にお客様とですね話をしながら本当の意味での品質改善をしていきたい、そんなテーマで話をさせていただきました。継続してやってまいります。ぜひ次回参加よろしくお願いいたします。パトライトはものづくりの現場のあらゆる見える化をサポートします。ものづくりの現場にはまだまだ見える化できていないことがたくさんございます。それを誰がいつ見てもすぐに気づけるような、そんなご提案をしていきます。引き続きパトライトをよろしくお願いします。皆様こんにちは、アルファツールエイジアの渡辺と申します。本日はナノ精密さんのセミナーにご招待いただき、弊社の方の商品を説明させていただきました。弊社の方での話としてはこういった商品、何かと言いますと在庫を管理するための、ツールボックスですね。皆様が普通にお持ちになっている工具箱、それにコンピューターを取り付けて在庫管理を表と裏と、要は両方から管理をしていこうじゃないか。じゃあ表と裏は何ですか。表は本社ご自身での管理、裏は弊社我々商社側の管理、両方で管理をし、在庫のきれい、在庫の補充、全てを一貫して管理できるような内容でまとめたものを作ってみました。ぜひお試しください。はい、本日は、ナノ精密より、工程内で不良を作らないための品質管理システム LINE-QC スペシャリストについて、ご紹介をさせていただきました。LINE-QC システムは単品部品の量産工場を対象にした品質管理システムになります。工程内のデータをきちっと取りためて、そのデータを収集分析をしながら、より本質的な品質改善につなげていくための品質管理システムです。デモ機などもですねご用意をしていますので、ご興味をいただける企業様にはぜひご利用いただけたらと思います。弊社としては、QC スペシャリストを導入させていただいて、まだ本格稼働までは行ってないんですけども、ちょこちょこやりだして仕事をサボっている部分とか、そういうのも見えてきてるので、あとは先ほど話にあった CP とかそういうのも見れるので、なかなか今まで時間かかった部分も一瞬でできるっていう、なかなか難しい部分もあるんですけども、ナノ様のサポートとかがたくさんあって、ちょっと悩んだ時にお願いしたらすぐサポートに体制を取ってくれるような形で今現在進めているので、このままナノ様と一緒に進めていけたらなと思っております。はい、本日はナノ精密さん、アルファツールさん、パトライトさんの主催の、今回のセミナーに参加させていただきまして、各社さん違ったアプローチで、工場の見える化にチャレンジされているということで非常に勉強になりました。
阪神ネジの山田戸です。こんにちは。今日はナノ精密さん主催 の, 品質管理のセミナーに来させていただきました。品質管理、まあ、我々商社なので基本的にはメーカーさんから入ってきたものを検査するということは考えてましたけれども、やっぱりプロセスでこうものづくり、まあ、NG をこうなくしていくっていうのは一番いいことだなと思いました。こうやって日本のものづくりもっと良くなればいいなと思いました。ありがとうございます。